今週のテーマは熊出没注意。熊による人身被害を防止するために、熊による人身被害が頻繁に発生しています。昨年過去最多の人身被害が発生した岩手県、今年度はすでに6件の人身被害が発生しており、今後も熊による被害を避けるための対策を自ら取る必要があります。山に入る場合、予期せず熊と遭遇し被害に遭う危険性が高くなります。一人ではなく複数人で行動し、鈴やラジオなどの音の出るものを持ち、熊に人の存在を知らせるほか、撃退スプレーも携帯しましょう。また人里での被害も多く発生しており、熊を人里に近づかせないことが重要です。やぶを刈り払い見通しを良くする、庭先の熊の好物を取り除く、屋外や熊が侵入できる納屋などに果物、穀物、ペットフードを保管しないなど対策をお願いします。それでは、もし熊に出会ってしまったらどのような行動を取ればいいのでしょうか。熊がいることに気づいた場合、慌てた人の急な動作に驚いて攻撃してくることがありますので、落ち着いて熊を見ながら静かにゆっくり後退して距離を取ります。大声を出したり背中を見せて走って逃げてはいけません。至近距離で熊に遭遇した場合、熊は顔や頭部を狙うことが多いため、両腕で顔や頭部をカバーし、うつ伏せになるか体を丸くして地面に伏せてください。秋からは熊が冬眠に備え多くの食べ物を求めて歩き回りますので、熊の被害に遭わないよう十分な対策を心がけてください。岩手ワンコ広報室、次回もご覧ください。